今は昔、昔は今。美濃の国の山奥に一人のじいさまがいた。爺様も昔は一日十里の道を歩いてびくともしない若者であった。けれどあんまり長すぎる道を歩き続けたのでとうとう爺様になってしまった。今は昔、昔は今。爺様がまだピンピンと若かった頃、一つの焼き物のかけらを拾った。かけらを見た爺様はびっくりした。なんと焼き物にはタケノコが書いてあるではないか。紛れもないあのタケノコが。昭和5年、荒川豊造が美濃の国大賀屋でこの篠茶碗と同じ模様の破片を発見。篠が美濃地方で焼かれたものであることを実証した。篠は安土桃山時代日本で最初に焼かれた白い釉薬の焼き物で、その温かい肌合いは日本独特のものと言われている。白い釉薬の焼き物はこれまで陶器にできなかった絵画的表現、つまり筆による絵付けを可能にした。この自由な表現は新しく支配階級としての位置を獲得した戦国武士や新しく生まれた城下町の商人たちの生き生きとした時代の息吹の中で大ぶりな豊かな個性を形作っていった。篠の名品を生んだ桃山時代は日本の文化史の中で最も魅力ある一時代であり、篠はその時代の特質を見事に表現している。爺様は思った。桃山時代の篠を焼こう。すると爺様の握り拳の中でタケノコはもくもくと動き始めた。爺様はかけらを拾ったところに竹を植えた。そして桃山時代の古い釜跡に桃山時代そのままの小さな釜を作った。それから爺様の長い旅が始まった。昔の篠を求めて誰も通ったことのない道をたった一人手探りで歩き始めた。
ちの丘の土を掘り、こっちの山の土を掘り、手のひらで温めるようにろくろを回し、回し、回し、回し続け、そうしてじいさまのわらぶきの家の外では20年30年と時が風のように飛んでいった。見えてから何年になるさ、だいぶ何年かになるが、さあ、まあ30年からになるな。貧乏でした、それは貧乏でした。あの人が大河へ入って死のをやりかけてからは実に惨憺なものでしたから。まだおっかあが米の買いに行くのだけは何べんやったともしれんという話を聞いとるでな。困って見えるなんとは知らなんだろう。そういうことは分からん。けどもいろいろ持ってってもいつも感情しなさらんでね、そこらが苦労して見えると思っとったね。焼けてもな、でも売っていくらないと取れな。普通ならそういうふうやけど、そういうことはせんもんで人がいろいろ悪くなっちゃうのどうさ。だからまあって作ったり壊れたりしといただけやだな、反応じゃねえ。それはまあ不思議のもんはなね、あの壊すかないなと思うな、誰でも。はい。古いもんが何になるのやしらと思っとったのは初めた時の、かけらみたいなもんって何になるのやしらが何と思っとったね。変わり物ってあるけど変わり物じゃないか。悪い人やな、なら
今は昔、昔は今。美濃の国の山奥に一人の爺様がいた。いや、今もいる。爺様は一つところでたった一つの釜を焼き続けたので、いつの間にか本当の爺様になってしまった。爺様の植えた竹の子はもう一人前の竹に育っていたけれど、志乃は手が届きそうになるとふいっと遠くへ逃げてしまう。満月の夜、自分の影を追いかけるように爺様は志乃を追いかけた。爺様は固くなに桃山時代の作り方を変えなかった。石臼でついたから石臼でつく。爺様の仕事は、はためには虚しい苦労と無駄ばかりに見えたので、村の人たちは無駄の爺様と呼んだ。そこで爺様は自分を無駄老人と名乗った。まあ考えてみると、結局、昭和8年に住み込んでからでも、はい、38年ですからね、30何年かな、37、8年になりますね。まあ早いもんですがね、それも考えてみるとね。まあしかし年月は誠に、30何年も経ってしまって、まあ初めて、そういう死のってものに憧れてね、それに、先進したけども、さて桃山時代の非常に優れたね、まあ、当時の破片を手元にいくつか持ってましてね、まあ、そういうものを、まあ、目標にしてやっとるわけですが、なかなかねそれに近づくっていうことが容易でないんでね、まあ世間の方はまあこれでいいもんじゃないかなんて言われてもね、自分としてはどうも納得のいくものだってことはなかなかできない。まあこれから一つまあ考えてみると、私もここへ入った時にはまだ若かったけどもね、三十何年経つうちに、まあ知らんうちにもう70、まあ年のことは忘れちゃったけどもね、忘れたぐらい、まあ止まらんもんなのね、なんかその30年もやれへんわな。まあ非常に美人で、もうそれ、まあこれやまあそりゃ命にかけてでも、ね、30年でもどこまででもまあ苦労せるという人でね、死のっていうのは非常に綺麗でしょ。その頃からか、都では爺様の焼いた茶碗の評判が次第次第に高くなっていった。都人たちは爺様の志乃の美しさをお金で測った。志乃のお茶碗が70万になっております。それからこちらのこの志乃の香合が20万になっております。それから志乃のぐいの実がございますが、これは25万でございます。この志乃の水差しが100万円でございます。そこです。愛刀家はすべて
荒川先生の作品を欲しいと願うんじゃないでしょうかね。鴨が出ますとですね、名古屋のデパート、それから東京、大阪のデパート、あるいは、ビーツクラブの業者の方。爺様の作った茶碗はもうお茶を飲む器ではなくなった。そこでお上は爺様を国の宝に決めてしまった。国の宝、宝物。爺様は宝物になってしまった。宝物を作る宝物。国中から宝物になった爺様のところにたくさんの人がやってくるようになった。荒川はえらいもんじゃ。とにかくよう出世した。あれはおもんがよかったよ。なしはぐず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 して、まず国宝になるまではケチついちまった道理を貧乏して、まあ今だそれは儲けてお大事やけどもの。皆さんが山を押しかけてきはると先生のお仕事ができないですよ。いいお仕事してもらわならんのにね。みんながじゃあ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 、あんたはそこらはもう大衆食堂みたいに蹴られてるし、ね、邪魔しられたらあんたは先生何にもお仕事したいと思っても嫌っちゅうことよう断らへんお方やさかいに、みんなどんどこどんどこ上がってきはるでしょ。これではいきませんわ。やっぱりお仕事する人にはさしたにないかんね。すみません。失礼して。やっぱりええもん焼いてもらうなとね。あんた我々でもですわね、一生懸命用してる時にこちゃ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 したがもう今度もいつもこちゃこちゃしゃべりにきゃっと早いんだらええのになと思いますもの。先生はそういうこと思わらしまへんで、そういうとこから来てくれたからやっぱしゆっくりして行ってもらわないかんと思って挨拶しはりましたろ。それをみんな向こう行ったらうちなのでやってきゃなんと思って取ってはんやしなんでも。いやちゅうことは絶対用意はしまへんやろ。はそうですか、はは、はってな、もうこんなものの言い方のね、先生。どっちしてね、あら、わからへんの、先生。はぁ、はぁ、悪いのかええのかわからへんねん。はぁ、はぁ、言ったさかい。みんなが、先生ね、言い方で言ってて、みんなダダダダ押しかけてきはるけども。そんなね、押しかけてくるとこと違いますもの。ゆっくり、のんびりとお仕事しはるとこですさかいね。あら、東京にとったんやから。へぇー、そうですか。また先生も見えるよね。だって行ったりだったら。
パーティーおかしいぞ。俺は宝物だろうか。俺はなんか忘れとる。ある日、ぽっくりばあさまが死んだ。じいさまが18の時、中止で嫁に来て、それから60年近く、じいさまと一緒に長い長い貧乏だらけの道を歩いた、そのばあさまが死んだ。奥さまにしてやったよ、おとなしい人なのよ。見てみると、爺様の窯から火が消えてもう3年にもなっていた。爺様は考えた。俺ももう70とし、生きているうちに一度本当の志野に会いたい。爺様は山に登った。杉の枝に火をつけると、火はチロチロ燃え始めた。その上にヤニをたっぷり含んだ松の割り木を放り込むと、木はどんどんと音を上げて燃え上がった。燃えるにつれて、爺様はもう爺様であることを忘れてしまった。死のを焼くためにはお日様だって釜にくべてしまえ。爺様はそうして、これでもか、これでもかと薪をくべた。
半分土に渦巻った小さな釜は、炊いても炊いても地の底深く火を吸い込んで、もっともぜえ、もっと燃やせえとせき立てた。三日と三晩、爺様は釜を焼き続けた。
三日と三晩焼き続け、火を止めてからというものは、爺様はただうろうろと落ち着かなかった。釜の神様は気まぐれで、一釜全部を惨めにしてしまうこともたびたびあった。釜から生まれた柔らかな肌の娘たち、やがて都の商人たちが聞きつけてやってきた。それもね、上がりがそれヒーローがものすごいいいですね。あ、わらびね、はい、それもいいですね、うん、わらびでも目が出てるやつだったんやけど、いや、ね、遠山じゃなかったですか、ね、これですか。あ、それもいいな。これもいいよ、みんないいやつだから。まあ、なんでもそうです。それやったらみんな同じだからクラスの同じですね。あ、どっちです。いや、沼崎の無地でね、これか。どっちだ、なんて言わなかったらいいの。あの、僕が来て助かりました。もう一口茶碗です。それじゃあいただきます。いや、まだこの通りに。またあるよ。この前なんだったら、この一本からもらって帰るの、持って帰るの、何でも出てえ、いや、そっちの方が美味しかった。まあ、変な鼻毛は、あんたが無理。いや、大丈夫。まだ別に怒られてんの。あんた鼻毛頼んで持って帰らせないよ、これ。せっかくのあれですかね、大阪も一緒に。あんたが10月やろ、火が困ってんねん。早く見てもらうと取らんのか。ね、はいはいはい。これでしょ。はいはい。それもね、上がりがそれヒーローがものすごいいいですね。あ、わらびね。はい。それもいいですね。わらび。目が描いてる。峠の方には篠が10点。10点。それから黒が4点。黒が4点。で、生徒の花井で1つ。大阪はですね、篠が5点。篠5点。それから黒が1点。黒1点。それから生徒の花井で1つ。これ。こういう。爺様の手元には、婆様のために焼いたタケノコの絵の茶碗が一つ残った。
爺様の名前は荒川と。今は昔、昔は今、美濃の国の山奥に一人の爺様がいた。いや、今もいる。